2016年、東北学院は創立130年を迎えました。地域に貢献する大学として、地域に根差し、地域に奉仕し、地域の中で信頼される人材を育成してきました。総合人文学科は少人数教育で、先生方と近い距離で学びたいことを追求できていけると思ったからです。今一番興味を持って勉強していることは熱力学です。結構熱の仕組みとか熱の法則とかを結構勉強してるんですけど、まだまだ知識が足りない部分があって、そういうところを深めていく喜びというか、そういうところに充実を感じます、はい、やっぱりそのゼミ活動でも自分たちのやりたいことを反映してできるっていうところとか、あとは何ですかね、やっぱりその大学生って自分の好きなものを学べるので、私自身共生社会経済学科に入学してるんですけれども、多学部多学科のものも結構取ってるので、その自分が学びたいことを本当に学べてるっていう実感がすごくあって、それでとても充実してます。はい。創立以来変わらない精神が次の100年を開きます。豊かに学び、地域へ、世界へ、よく生きる心が育つ東北学院。4月、東北学院大学の入学式です。大学生活のすべてはここからスタートします。新しく入学された2855名の皆さんに心からお祝いを申し上げます。おめでとうございます。入学式では東北学院大学講演会への入会式も行われます。入学式を終えた新入生たちが最初に参加するのがオリエンテーションです。ここではリーダーと呼ばれる先輩たちが大学生活に必要な手続きや注意事項などを同じ学生の視点から分かりやすくレクチャーします。オリエンテーションでは所属する学科ごとに学外の宿泊施設を利用しての1泊2日のオリエンテーションキャンプも行われます。先生方からの目線ではやはり考えられない、学生ならではの目線、学生だからこそ分かる不安などを1対1で、このキャンプは特に時間もありますので、1対1で学生の目線からサポートしていく役割を私たちは担わせていただいております。はい、私たちリーダー、何か分からないことございましたら新入生の皆さんと同じ目線でお答えさせていただきます。同じ学生として、相談に乗りますので、何かわからないことございましたら私たちリーダーにご相談をください。お願いいたします。特に就職のガイダンスがとても心に残っています。私はこの大学生活の後にどういう生活をしていくのか、あまり自分の中で、目安が立っていませんでした。しかし先輩方のお話などを聞くことを通して、自分が大体の道ではあるんですけれども、それゴールを見据えることができたので、とてもいい機会だったなと思っています。東北学院大学は人文科学、社会科学、自然科学の3つの領域を網羅する総合大学として、幅広い分野で学べる6学部15学科と大学院を設置しています。仙台市と多賀城市に設置された3つのキャンパスで1万2000人の学生が学ぶ、東北では最大の私立総合大学です。
仙台市泉区に位置する泉キャンパスでは、文学部、経済学部、経営学部、法学部の 1,2 年生と教養学部の全学年が学んでいます。およそ10万坪のキャンパスには、効果的に学習の成果を上げるための教育施設、大学生活に必要な福利厚生施設、陸上競技場など広い環境を生かしたスポーツ施設も設置されています。各学科の 1,2 年生を中心に所属しているキャンパスで、活気があってすごく元気のあるキャンパスだと思います。はい、私は職法時代と呼ばれる俗に戦国時代という分野なんですが、その城郭研究について学びたいと思って勉強しています。去年の夏なんですけども、私古墳を掘りに行きまして、はい、でそういった体験をこれからもずっと行っていきたいな。やっぱり考古学の、という分野ですので、発掘出したりとか、その出土品を観察したりですとか、あとこちらの学院大学は文化財レスキューなどもやっておりますので、そういった活動にも積極的に取り組んでいきたいなと思います。はい、とても楽しくて充実しています。大学に入ってとても周りの友人たちとかに恵まれたなと思いますし、先生方も私が知りたいと思ったことにとことん付き合ってもらって、たくさん学べるところです。仙台市の中心部に位置するのが土問キャンパスです。長い歴史と伝統を感じさせるキャンパスでは、文学部、経済学部、経営学部、法学部の 3,4 年生が学んでいます。就職キャリア支援課では、経験豊かな職員を配し、より良い就職活動と進路選択ができるよう、学生の就職活動をサポートしています。私自身個人的な主観なんですけれども、やっぱり専門的な分野を学ぶってことで、何ですかね、先生との距離が近くなったようにすごく感じます。いろんな些細なことでも、何ですか、プライベートも踏み込んで話したりもするので、すごく何ですかね、学問だけじゃなくて先生と直接関われるところが土問キャンパスの魅力かなとは感じます。今はやっぱりその宗教神学っていうのが僕の中ですごい学びたいなっていう分野だったんで、今は新約聖書であったり、あとは内村鑑三のことであったりとか、そうですね、結構宗教神学中心に今学んでますね。はい、はい、しています。東北学院大学の公認団体のフォーリーブスっていう団体に所属しておりまして、でそこで七夕祭り の飾りを作ったりとか、ボランティアの活動をしてるんですけど、その中でなんかすごく自分は県外出身なのに、こう仙台の人とすごく関われて信頼してもらってっていうのをなんか実感できているのが、すごく充実している理由になるのかなって思います。ここ多賀城キャンパスでは、工学部の学生が4年間を過ごします。工学部は人間社会に貢献する幅広い教養と正しい倫理観を持つ工学技術者を養成することを目的としています。キャンパスには講義棟のほか、多くの実験施設、研究施設が立ち並びます。
今は普通教科というか基礎の教科を学んでいて、専門的な教科は情報リテラシーとプログラミングというものを学んでいるんですけども、プログラムをどう組むかなどを今すごい興味を持って勉強しています。やっぱり自分工学系に興味があるのならば絶対楽しいと思うし、その工学系っつってもいろんな分野があると思うんで、いろんな講義を受講していく中で自分のやりたいこととかどんどん見つかっていくと思うし、また新しい、その知識とか深められる喜びとかも感じられると思うんで、すごく、はい、いいと思います。お願いします。ありがとうございます。吉田くんすみです。よかったらお願いします。学業と並んで学生の人格形成と社会性の育成に欠かせないのがクラブサークル活動です。東北学院大学ではおよそ200ものクラブサークルが活動し、充実した学生生活の一部となっています。年に5回ライブを自分たちで企画運営をして、で最後片付けまで全部一通りの一連の作業を全部自分たちの力でやっているのが TMS です。それぞれのライブごとにバンドをみんなで組んで、それに合わせて練習をして出演という形をとっています。と TMS はもう全然ジャンルは偏りはないです。もう幅広くジャズやる人もいますし、メタルまでやる人もいますし、まあ詳しく言うとアニソンとかまでやる人もいますので、もうどんな人でも入れるようなサークルだと思います。まず入学生に対しては5月6月頃から学科講習とプール講習を始め、7月には山形の由良に行ってライセンス取得をしてきます。で8月にはみんなで沖縄に行って合宿をして、その後はプールでフリーパー大会などを行い、あと最後春休みですね、春休みには海外に行って合宿などしてきます。多分人によっても違うと思うんですけど、海の中の魚とか地形なんかは、いや沖縄とかは宮城とかは全然違ってすごい綺麗です。それとも魅力的だと思います。もう間近と魚と触れ合ったり、亀なんかも見れたり、マンタ見れたり、潜るからこそ楽しめる光景です。はい、お昼の定時放送を通じて、学生たちに有益な情報を伝えるというのが一番の活動内容となっております。他にもいろいろな番組を作っておりまして、ラジオドラマですとかいろいろな、ドキュメンタリー番組ですとかいろいろ作っておりまして、そこをこうスタッフ内で何度も制作会議とかを行いまして、で一つのものを作り上げるので、それを大学祭やいろいろな場で流していろいろな人からよかったよというふうな意見をもらえる時がやっぱり一番やりがいを感じる時ですので、そこが魅力だと思います。はい、ロボットコンテストや学祭に向けて制作を進めております。 CAD というソフトを使いまして、設計から始めまして、そこから工場に部品を発注して、部品をあとネットで買ったりとかして、あと自分たちで作っております。そうですね、実際にロボットを作るとなりますと、機械科に入学して4年生になってから研究テーマとしてロボットを作ることが多いんですけども、ロボット研究会に入りますと1年生のうちからロボット作りに携わることができるので、そこが楽しみであり魅力だと思います。名前からだとちょっと分かりにくいんですけど、主に茶道と華道をやってるサークルですね。私が法芸部に入った理由が、もともとそういう日本文化に興味があって、で文化、日本文化といったらやっぱ茶道だろうっていう思いつきだったんですけど、入ってみてからですと、そのやっぱ茶道っていうのはお茶だけじゃなくて、例えば後ろにあるこういう掛け軸だと書道ですとか、あとお花の華道ですとか、そういうなんか日本文化がいろいろ凝縮したのが茶道だと私は思ってるんですね。だからその茶道、お茶ですけど、これに入ってそういういろんな日本文化に触れられるっていうのが、私は魅力だ
と、まあ、思ってますね、はい、はい。これまで得られた成果、やはり団結力ですね。まずみんなで過酷な環境でこう頂上を目指して登るという一つの目標を持って登って、やっぱりこう辛い時、こう気温が低かったり酸素が薄かったり、まあ様々なことがあったんですけど、こうみんなで声を掛け合って、頂上へ行こう、頂上へ行こう、頑張ろう、あと少し、あと少しだと声をかけて頂上まで目指してみんなで頑張ってきました。山岳部には OB がたくさんいます。 OB、 会社の社長さんや、それとも会長さん、そういうお偉いさんがたくさんいますので、コネクション作りにも有利かもしれません。10月、それぞれ趣向を凝らした衣装を身につけた仮装パレードが仙台市内を練り歩きます。大学祭の開始を告げる東北学院大学の名物行事です。美味しいのでぜひ。大学祭実行委員会は、有志で大学祭を運営したいという、希望を持った学生が集まって、4月から半年間この大学祭に向けて活動しています。1年ごとの解散になってまして、1年間で辞めてしまう人もいれば4年間続ける人もいて様々です。私は、はい、3年間今まで続けてます。私は高校時代にステージの上に立って合唱してたんですけども、それで、まあ、大きなイベントの運営とかに興味があったっていうことと、あと大学4年間で何か大きなことを成し遂げたいと思って、1年生の時に入りました。今年のテーマは GO になります。 GO というのは今年が50周年というのにかかっているのと、これからその積み上げてきたものをこれからさらに加速させていくという意味で GO という名前にしました。そうですね、工学部ならではということで、普段見れない実研究室やその実験などを実際に体験していただくことができます。普段研究しているロボットを操縦してみたり、あとはスライムなどを作る子ども向けのものも開催しています。12月、同窓生や仙台市民も参加して行われるのが公開東北学院クリスマスです。会場となるツチトイキャンパスラーハウザー記念東北学院礼拝堂に荘厳な賛美歌の歌声が響き渡ります。3月、企業研究セミナーを開催。毎年400社を超える企業が参加します。就職を希望する学生にとって、企業の採用担当者と直接話すことができる貴重な機会です。はい、百貨店の仕事は流行に敏感だったり、こう世の中の動きに敏感だったりする必要がありますので、こうミーハーにいろいろなところに出かけていって、いろいろな情報を、こう自分で探し出して、そして自分の足を使って行動していくというような、まあ、そういった人材を求めております。
そうですね、当社株式会社ユアテックと申しまして、東北学院大学さんの OB だけでも大体240名ぐらいおります。大学だけで言いますと一番、出身者が多い大学が東北学院大学さんになります。私も OB の一人ではあるんですが、でまあ、期待するところなんですけれども、まあ、それぞれ、得意な分野苦手な分野あると思いますが、まあ、東北地方ですねで育った学生さんですので、まあ、東北地方を基盤にですねこれからの震災復興も含めて活躍いただければなというふうに期待しております。平成27年度の卒業式です。充実した4年間の大学生活の思い出とこれから始まる社会人生活への期待を胸に、卒業生たちは晴れやかな表情でこの日を迎えました。そうですね、まあ、部活動で陸上部に入らせていただいて、皆さんいい人たちに恵まれて、学業の面でもその部活だったりアルバイトだったりすごい充実した4年間過ごすことができました。就職してからもずっと仙台に残ってやっていこうと思っているので、そうですね、いろんな周りの人に役に立って地元の仙台に貢献できるような、人生というか社会人生活を送っていきたいと思っています。私はそうですね、日本語教員 の基礎資格を取ったんですけれども、その時の実習が一番心に残っておりまして、日本語教員の資格って他に取れる大学さんってあまりないと思うんですけれども、言語文化学科で取れるというのは非常に貴重な経験ができたのではないかなと思っております。はい、本当にやっぱり振り返ってみると楽しかったことの方が多くて、学業の方でもこう日本語の基礎資格を取って教員の資格を取ることもできましたし、あとはこう違うサークルとかでもこう学校外とかの仲間も増えたりとかして、すごくいい経験ができた4年間だったなと思います。東北学院大学はこれからも地域に貢献する大学として、地域に根差し、地域に奉仕し、地域の中で信頼される人材を育成していきます。